大沢川は、静岡県静岡市清水区を流れる友江川水系の二級河川である。友江川下流分ンの支流の一つである。清水区北、矢部沖天に、船越東町、船原、大坪を北西に流れ、渋川の清水保健福祉センター脇を通り大きく、北東へ向きを変え、東大局長にて友江川と合流する。途中、 静岡鉄道静岡清水線、JR 東海道本線、国道1号の下を通る。また、船、原、大坪付近では下半に2 0 0本を超える染吉野が植えられている。大沢川の位置かつての大沢川は、現在の静岡市清水区月見町付近を流下し、友江川川口付近に向かう、常年川へ流れ込んでいた。 船越地区周辺で水田が開墾されるに従って、管外用水として利用するため、北流方向に付け替えられたとされている。また、宇ど山からの土砂の流出が多く、ひとたび決壊すると、周辺の田畑が土砂で埋まり大きな被害に見舞われたことから、大雨の際には、農民たちは、村中が総出となって、堤防の警戒に当たった。 出水による破堤を防ぐため両岸の堤防の重上げを繰り返したとされ、大正時代には、電面より7から8メートルの高さの天井側になったとの記録も残っている。1941年から行われた河川改修によって、現在の川筋となった。所聖川、清水船越堤公園内にある夫池とふ池から流れ出て、 船原町で大沢川左岸に合流する。5から6月になると、池周辺のせせらぎで、ホタル鑑賞会も行われる。追い分け川、桜川家町の桜川家公園付近にかつてあった、湿地を源として北へ流下し、清水入江小学校の脇を通って、追い分け2丁目で大沢川右岸に合流する。前述の大沢川の付け替え以前は、この合流点より先も、 追い分け川の流路であった。八津沢川、清水区場層に源を発し、追い分け山頂目付近で大沢川砂岩に交流する最大の支流である。途中、川が線路の上をまたぐ水路橋が存在する。ありがとうございます。